はい、皆さんこんにちは、井川直輔です。はい、今回はスプリット関数に関してちょっともうちょっとね説明をしていきたいことがありましたので、歩行をさせていただきたいと思います。今回は歩行になります。歩行ですね。なんかいい匂いがするっていうの、これは歩行です。今回は歩行ですね。はい、進行方向異常なし。はい、それは出発進行という風になってますね。なんだかよくわかりませんが、私はね志村けんさんが亡くなった時にちょっとライブをやってたんですけど、まあこれでねツイートを表したいというふうに思いますね。こういうボケね、東八郎さんとかとやってる僕が本当に非常に好きで、亡くなってから偉大な人だなっていうのが分かりました。はい、ね、まあ生きてる時ももちろん偉大だったんですが、はい、その話はさておきまして、やっていきたいというふうに思います。はい、さらに配列を理解するためにということで、今回のお題は、こういうお題にしました。何をしたいかというと、配列を今度は均等に分けたいと、均等にね、こういうふうに均等に分けたい場合はどうするんだということを、やっていきたいというふうに思います。で、前回のお題っていうのはどういうふうになってたかというと、2個ずつこういうふうに均等に分けていったコードを皆さんにご紹介をいたしました。で、前回のコードっていうのはこういうコードになってます。2、4、6、8と約10行ぐらいで、書けるコードでございますね。はい、で、このコードをどう変化したら、さっきのやりたいことを実現できるのかということを今日紹介をしたいというふうに思います。まず脳内にイメージをしてください。これね、オフィス田中先生も言ってました。オフィスの田中先生も言ってましたけど、エクセルアクセスができる人っていうのは、まずやりたいことをまず脳内にイメージするんだということですね。これすごい重要です。皆さんもこうであればいいな、ああであればいいなということは多分イメージするというふうに思うんですね。まずイメージしましょう。どういうふうになってるのかというと、振り子とそれから、分けたい値がこのような状態になってます。ね、左の図が PC のメモリ上に存在してるのよと、ちょっとお姉系で言っていただければなというふうに思いますね。はい、なぜお姉系かがよくわからないですが、はい、で、これはなんでこうなってるかっていうと、もうスプリット関数がそうさせたというふうになりましたね。今度は男と女の別れ話見たくなってきましたけど、まあそこはさておいて、じゃあ行ってみましょう。完成図をイメージします。どういうふうになるのかというと、ここに配列の0から3番目の値が入りますよと、ここから配列の4番目から7番目の値が入りますよと、つまりこんな感じでドーンドーンと入ってきます。いいですか、皆さんイメージできましたか。これを実現するんですよ。はい、そうすると今回のコードはどうなるんだというとですね、皆さん、ちょっと、ご理解といいますか、もう配列っていうのはどういうものかっていうのがもう分かったと思います。分かってますよね。はい、どっか あのメモリー上に存在するああいう箱の振り子と数字がもう対になっているものがどこかにあると、ね、まあ、パソコンのメモリー上にあるんですが、そこにありますと。そうすると配列に入ったものを今度は、どうやってセルに表すのか、どうやってセルに転記していくのか、どうやって比べたものをセルに入れていくのか、つまりここの表現の問題になってくるんですね。ここの表現の問題になってきます。今回の表現はこのような表現になります。U ブロンドは使わないで、0から3というふうにしましょう。そしてここは同じなんですが、ここが違います。はい、B には、変数の A、I に、変数の A にこの、ループの、I から、4を足したものなんですよということですね。なぜ4を足すんでしょうか。配列は0から始まりますよね。なので0に4を足したら、これは配列の4番目から書いてねという意味になります。はい、これが、今回の歩行の内容なんですが、さらにおまけが あります。こんなエラーの意味って、皆さん配列をやってて必ず遭遇するエラーがあります。はい、これね、私が実際に書いたコードなんですが、この0 to 3ではなくて0 to 4の場合はどんなエラーが出てくるんでしょうかというと、こういうエラーが出てきます。インディックスが有効範囲にありませんというふうになりますね。このエラーって皆さん結構見たことあると思うんですが、ワークシート1しかないに、ワークシートの中でシート1しかないにもかかわらず、 VBA でシート2の命令を出すとインディックスが有効範囲にありませんというふうになります。私も配列これやってて、なんかシートが足んないのかなっていうふうにちょっと思っちゃったんですが、実はそうではありません。こういう意味です。振り子の数とインディックスのループの数が一致しないと、つまりここは7個しかないにもかかわらず、さっきのコードをこれ書き続けますと、 I に4を足した場合、これ8という数字が返ってきますよね。
4に4を足したら、つまりここの数と、一致しないとインデックスが有効範囲にありませんというふうになってきます。よろしいですかね。このエラーよく見がちなので、ね、ワークシートを眺めることなく、皆さんが、このエラーが出てきたら、あれ振り子の数とループの数が合ってないんだということをちょっとサクッと思い出していただければよろしいかなというふうに思います。はい。でね、知識は前後左右縦横無尽に使うということをちょっと皆さんにご紹介したいと思います。まあ、僕だけかもしれないですけど、これは本当に重要なのでちょっと覚えてください。A 事乗プラス A マイナス6イコール0、これだいぶ昔皆さんやったと思います。中学校3年生の時の二次方程式の問題です。これは因数分解さえできれば A はマイナス3と2というふうに暗算で解ける問題になります。で、僕が数学にちょっとね得意になった時の、エピソードをご紹介したいというふうに思います。図では説明しませんが、口で何回か言ったんですけど、この式に Y を代入するとどうなりますでしょうか。この式に0に y を代入するとこういう式になります。 y イコール a 事乗プラス a マイナス6と、これって、これね高校1年生で必ずやるはずなんですが、2次関数のグラフを書く、ね、高校の時は違いました、中学校の時は必ず0で跳ね返ったんですが、高校になってくるとこれ x 切片と頂点を求めないと丸もらえないんですよ。いいですかね。つまりこういうことになります。結局二次方程式っていうのは二次関数の x 切片を求めていたことになると、これが方程式と関数が融合した瞬間だって、僕これが分かってから数学本当に分かるようになったんですよね。つまりこういうこと、はい、この赤丸のところでやってるというところは、これ y の値が0の時になります。つまりこの時が a がマイナス3と2を通るというふうになります。右側で分かりますか。この式に一個一個数を代入していくとマイナス3とマイナスマイナス3と2の時が0になるということですね。はい。ということで、あ、二次方程式と関数って仲良しはこよしなんだっていうことが分かった瞬間に、僕数学がいっぺんにポーンと分かるようになったんです。まあ元も、まあ、勉強したっていうのもあるんですけどね。はい。あ、こういうことなんだ、数学ってのはどっかでつながるんだっていうことをちゃんと理解していくと、皆さん、配列はね、理解できるんじゃないでしょうかね。配列をやってるってことは、その前に必ず VBA のコードを何らかの勉強してることなので、それは、つなげて、幅広い知識で、VBA に挑んでいただきたいという意味でございます。それからね、今日ちょっと紹介しましたが、どこでしたかね、ここ。で前回のコードっていう風にしましたけど、前回のコードね、わずか10行足らずで書けるんですよ。皆さん自分でコード作ってて分かりますよね。いいコードっていうのは変数とループを使って約10行以内で書けるのがいいコードだと僕は思ってます。これもね、どこからこういうひらめきというか、それが出てきたかというとですね、私サザンオールスターズが大好きなんですが、桑田佳祐さんがいい曲っていうのはギター1本でできるんだっていうふうに言いました。そして、大体サザンの曲で何が好きっていうと、大体1位に来るのが真夏の果実なんですよ。真夏の果実、桑田佳祐のギター1本で作ったそうです。いつだったか何十年前かの特番でですね、桑田佳祐さんがギター1本でもう真夏の果実をね歌うっていうことシーンがありまして、本当に感動の雨あられだったんですけど、いいですかね。VBA のコードは、いいコードは変数とループを使って10行以内で書ける、いい曲というのはギター1本でできる、ね、同じようなことを言ってますよね。これも知識絶対に融合させたいですよね。はい、こういうことを意識して書いていくと配列の VBA も、分かるような感じになるんじゃないでしょうかねということでございます。はい、次回は、何ですか、レンタルサーバーとアクセスを、リンクさせまして、リンクテーブルをね作成していくということをちょっとやっていきたいというふうに思いますので、これも知ってると結構いい知識になるんじゃないでしょうかね。多分 YouTube でこの検索ワードで検索しましたら引っかかんなかったので、多分僕が初めてになるんじゃないかなっていうふうに思いますね。はい、じゃあ、今日はここまでで、歩行ですね、歩行でもなく出発進行でもなく、歩行を今日はここで終わりたいというふうに思います。サンプルファイルご用意してますので、ぜひ料金支払われている方はダウンロードしてご自身で、研究を深めてみてください。はい、じゃあコロナ流行ってますけど、次回の動画まで、ね、またごきげんよう、さよなら。コロナかからないように次回も私と一緒に Excel とアクセスの、知識深めていきましょう。はい、ではさよなら。